ラメンゴ、そしてヨーロッパは西ドイツ、三大カップウェハーカップを制しましたレバークーゼンの対決となりました。さあ両チームのイレブンがフィールドに姿を現しました。この放送の解説は去年惜しくもソウルオリンピック代表の座逃しました全日本の前のキャプテンです加藤久志さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。加藤さん、はい、やはりこのキリンカップもですね、はい、南米とヨーロッパ、はい、このサッカーの2つの強大な大陸の対決ということになりましたね今年も。そうですね、よくワールドカップではですね、はい、その南米とヨーロッパの対決が話題になりますけども、くしくも今日は、単独チームのワールドカップが見られますね。ということですね、はい、一つこのもうプロのですね、はい、意地をかけた戦いじっくりとご覧いただきたいと思いますが、さあ予選リーグこの両チームどういう風にして戦ってきましたか。戦いぶりご覧いただきましょう。まず5月29日この国立競技場のオープニングゲームフラメンゴ対この日本代表のゲームですが、横山監督率いる全日本前半の9分でした。ペナルティーをジーコが冷静に決めて1対0。さすがにこのジーコを冷静に決めました。そうですね、落ち着いてましたね、はい、後半の6分です。ジーコ、マルシオ、そしてパウロ・セザールと当たって2点目です。やはりジーコがもう本当に起点になってますよね。そうですね、3点目もジーコなんですよこれ、はい、これは代表のバックラインがオフサイドトラップをかけようとした。あ、そうですか、裏に出ましたよね、1人ちょっと残ってたんでオフサイドにならなかったですよね。デラシールのシュートが決まりまして、これで3点目です。さて新生全日本終了の5分前です。吉田左足のシュート、これは素晴らしいシュートだったですね。その前に相手の股を抜いてね、はい、敵をかわしましたけども、吉田君の特徴がよく出てましたよね。そうでしたか、はい、結局日本はフラメンゴに3対1と敗れました。さて一方の西ドイツのレバークーゼン、中国代表と香川県の高松で対戦しまして、前半の11分チッカのパスをゲッツがシュートしてまず先制です。さらに後半にも角度のない左サイドからこのシュート、どうですか。これは見事ですよね、パルケンマイヤーです、浮いたボールをね、低いシュートできましたけども、あれは難しいんですよね。2対0と中国に快勝しました。そしてこのフラメンゴ対レバークーゼン、まあ、ジッコ対このチッタの対決ということで非常に話題を呼んだんですが、雨の京都西京極で行われました。前半の24分、チッタ、デカイザー、そしてチャンプンですね、シュートの前の、ね、トラップが非常にうまかったですよね、体を入れて、ね、はい、しかしフラメンゴも36分このエジーニョのロングシュート、これはレバークーゼンはちょっと不運だったですよね。ディフェンダー当たりましたね、結局1対1の引き分けです。さて日本代表ですが、中国代表と6月2日名古屋で対戦したんですが、まあこのゲーム見てみるとどうも思い出しませんか。そうですね、また10月26日ですか、はい、また悔しさが蘇ってきましたね、はいはい、3対0と中国が一方的に日本に圧勝しました。そして予選最後のゲームフラメンゴは中国と対戦しまして、ジーコからジェルソンと当たりました。これで先制です。その後中国はマーリンがヘディングシュートを決めます。いい点ですね、これもね。しかし中国を及ばず、まあ、フラメンゴは勝ち点4で決勝進出ということになりました。一方のレバークーゼンは青宮で日本代表と戦いまして、やや苦戦したんですが、後半にハウスマン、これで勝ち点5で今日の国立のこのフラメンゴそしてレバークーゼンの対決となったわけですが、さあ前半の45分が始まりました。右にエンドを取っています西ドイツレバークーゼン、そして左側がおなじみの赤と黒の横島のユニフォームフラメンゴです。レバークーゼンの方は勝ち点5、そしてフラメンゴの方が勝ち点4という成績です。両チーム3戦戦いまして、レバークーゼンが4得点、失点が1、一方のフラメンゴの方は5得点、失点が3です。予選リーグのまあ成績は1位がレバークーゼン勝ち点5、2位がフラメンゴ勝ち点4、中国代表が勝ち点3と続きました。日本代表は惜しくも0勝3敗、勝ち点を上げることができませんでした。東京の国立競技場、京都と全く同じカードがこの決勝戦です。
今日はウィークデーですけど、はい、お客さんが入りましたね。あ、そうですね、バックスタンドかなりのお客さんが入っています、はい、加藤さんどうですか、この試合見どころ一言で言うならばどのあたりでしょう。そうですね、先ほど冒頭で言いましたようにね、はい、南米の意地と、ヨーロッパの意地っていうのはね、なるほど、どういうふうな戦いぶりを見せるかっていうのは一つ楽しみですよね。さあフリーキックです、ジーコから右に回した、しかしディフェンダーカットしました。さあそれでは両チームのスターティングイレブンご紹介したいと思います。赤と黒の横島のユニフォーム、フラメンゴからいきましょうか。ゴールキーパーはカンタラリ、34歳のベテランです。ディフェンダーは2番のバウミール、今年20歳です、非常に若い選手、これはオフサイドです。3番のレアンドロ、もちろんワールドカップの86年メキシコ大会の代表をこれは辞退しました。82年のスペイン大会では大活躍を見せました。そして6番のパウロ・セザール、日本代表のゲームで1点を取っています。14番のゴンサルベスがディフェンダーに入っていますが、実はエジーニョがブラジルのリオのゲームのために急遽帰国いたしました。21歳ゴンサルベス。中盤は4番のデラシール、8番のジェルソン、そして9番のジウマール、フォワードは7番のマルシオ、そして10番のジーコがフォワードに登録されています。11番のパロマです。立ち上がりは非常に慎重ですよね、両チームともね。なるほど、さあ試合前の表情どうだったでしょうかね。まずフラメンゴサイド、若林アナウンサーがついていますが、さあこれチャンスだ、シュート打てるかどうか、シュートした、クロスバー越えました。惜しい、レバークーゼン、白のユニフォーム、ゲッツですか、今シュートを見せたのは。そうですね、レバークーゼンのメンバーはまた後ほど詳しくご紹介したいと思いますが、この選手が9番のゲッツです。東ドイツディナモベルリンから、実はこのレバークーゼンに亡命してきました。ユーゴのベオグラードで亡命してこの1年間出場停止処分を受けたんですが、さすがに21歳の東ドイツのユース代表の選手、素晴らしい活躍を見せます。さあフラメンゴサイドの若林さん、はい、ジョアン・カルロス監督は開幕戦の時にはかなり激を飛ばして、はい、あるいはジーコ選手も一人一人と握手していたんですが、もうここまで来たら慌てるもしょうがないということなんでしょうかね、静かな雰囲気の控室でした。ただですね、ドリブルを使って深くバックラインに入り込むこと、パス&ゴーの基本を守ること、いわゆるこのフラメンゴのサッカーをすること、一人でやるな、助け合えと、このことだけは、注意しました。そしてこれはドイツにない特色なんだと、フラメンゴのサッカーをやれば勝てるということです。以上です。そうですか、かなり自信があるようです。さあいいところでフリーキックを得ました。そうですね、さあちょっと直接狙うにはね遠いかなって感じですけどね、分かりませんよこれは。どうしますか。もちろんこの9番ジューバールもいますが、10番のボチチーコがフリーキックのスペシャリストです。ジューバールを蹴った、ゴールキーパーを抑えました。ホルボーンキャッチ、今ジーコが行ったなと。そうですね、壁側にね、1人9番の選手がいましたけども、はい、壁側の選手が蹴るとキーパーが見えないんですよね、蹴るところが。いいスルーパスが出ました、ここからシュートを取るか、あーっとキーパーホルボーン、ナイスプレー、よく飛び出しました、ゴールキーパーのホルボーン。今はパスも素晴らしかったです。いいスリーパーですね。キーパーの、ね、出足もすごかったですね。良かったですね。はい、今のは7番のマルシオが突っ込んでいきましたが、ゴールキーパーのホルボーンよく飛び出してきました。これはゴールラインを割っています。今のですね、スルーパスが出ましたけど、スルーパスっていうのは相手のバックラインの裏に出るパスをスルーパスっていうんですけどね。そういうパスが一つのブラジルサッカーの攻撃の特徴ですよね。そうでしょうね。それでそのパスの出し手がやはりジーコっていうのは多いですよね、攻撃の。まあ、そのあたり試合の中でね、怖さっていうのを加藤さんはね、もちろんディフェンダー出してから、連れてもらいたいと思います。さあ前半の5分を経過しました。まず一進一退と言っていいでしょう。それではバイエル04レバークーゼンのメンバー紹介をしたいと思います。またシュート、クロスバーを奪いました。メンバー紹介をしようと思っているところにさっとやっぱりシュートが来ます。それだけやはりゴールからゴール、両チーム攻め合っているという感じの前半立ち上がりです。そうですね、はい、さあバイエル04レバークーゼン、ゴールキーパーがホルボーン、今年25歳、20歳からずっとこのレバークーゼンのゴールを守っています。183センチ、ディフェンダーは4番のブンツォル、本来は中盤の選手ですが、リベロのフェルスターが足の故障でこの日本に来ていません。したがって、ブンツォルがリベロの役をしています。6番のキンターバーガー、そして15番の今日はケント・シュケ監督サンターを入れました。16番のデカイザー、
中盤は5番のクヌト・ラインハルト、まだ20歳です。そして、8番のハルカミ・マイヤー、この大会1得点、9番のゲッツ、11番のチャブン君、35歳になりました。フォワードは3番のトイバー、そして14番のセンターフォワードのバースです。レバークーゼン、今メンバー紹介、ご紹介しましたように、実は10番のチッタが出場していません。残念ですね。チッタは実はあの体調を壊しまして、ここ3日間ほとんど食事は取れません。したがってコンディションが非常に悪くて、まあ、サブでベンチには入っているんですが、とても出場できる状態ではない、非常に残念がっていました。おそらく日本のファンの皆さんがこのフラメンゴの10番のジーコ、そしてレバークーゼンの10番のチッタ、この2人のブラジルの誇る10番の選手、この2人の対決を楽しみにしていたんじゃないかと思いますが、今画面の方は7番のマルションが映っていますが、実はチッタはスタメン欠場ということになりました。そうですね。でもドイツでですね、ブラジルの選手がプレーするというのは初めてじゃないですかね。そうですよね。おそらく今のブンデスリーガの中ではこのチッタだけだと思いますね、ブラジルの選手は。なかなか南米の選手というのはドイツとかにあってはプレーしないんですけどね。今画面一番左側に映りましたのがケント・シケ監督とご紹介しました。実は監督代行と言っていいと思います。6月の3日にこのレバークーゼンのエリヒ・リベック監督がドイツに帰国しました。このリベック監督も非常にナショナルチームのコーチを務めるということで非常に優秀な監督なんですが、ハンブルグ・シュポルテ・フェラインにジェネラルマネージャーとしてトレードされたんですよね。ですからこの大会、まあ、オフシーズンに入ってますからね、すぐさまもうこのチームを見てくれということで、まあ、ジェネラルマネージャーと言いますと、監督の上、まあチームのいわゆる代表社長ということになりますが、さあフラメンゴシュートを取るか、チャンスになりました。ここからシュートを取るか、シュートを打ったがゴールキーパーが反応した、なおもチャンスが混戦続いている、横を抑えました。ドルボン、これファウルがありました。しかしボールを持ってですね、攻めの形を作ると必ずシュートまで来ますね、両チームともね。さすがにやはりゴールの本当にもう緊迫した場面が見られますからね。そうですね。そういう意味じゃ今日の試合ものすごく面白くなりそうですよね。はい。まあチッタがレバークーゼンをかけています。一方のフラメンゴの方はとにかくメキシコのワールドカップキャプテンセンターバックを務めたエジーヌがブラジルに帰ってしまったんですが、もうこのプロになると技術あるいはスピードパワー、このあたりは紙一重、特に若手の選手はですね、ぐんぐん力を伸ばしてきてますからね。そうですね。そういうものはなんていうんですか、もう全体の力でカバーできるって感じもあるかもしれませんね。このクラスになるとですね、はい、もう20歳とか19歳ぐらいの若い選手、まあ日本じゃ若いって言われてますけどね、もう年なんか関係ないですよね。年なんか関係ない、そうでしょうね。実はフラメンゴの方にはとにかく19歳の選手がですね、今ジーコが映っています。今年35歳になりました。サブでジメラス・ファビオ、そしてゼ・リカルド、ルイス・カルロス、ジェシマールと今5人も入ってるんですよね。そうですね。ですから遠征させていろんな試合経験積ませてもっともっと大きく伸びてほしいということでしょうからね。もうある意味じゃ技術とか戦術眼っていうのは完成されてますからね。あとは駆け引きみたいなのをね、こういうゲームで覚えていく、そういう育て方をしているんでしょうね。風はほとんどありません。午後6時現在の気温が 27.5 度、湿度が 53% という東京国立競技場です。南の風 3.9 メートル、しかしフラッグを見てみるとほとんど揺れていません。そうですね。それで今日はちょっと暑いですよね。今日の関東地方は平年と比べると5度から8度も高くて、東京では最高気温が29度6分まで上がりました。例年よりも5度高いということで、まだ27度を超える。そういえばブラジルでリオで、フラメンゴ対クリミネンスのゲームをマラカナスタジアムで見たんですが、日中の最高気温が28度、そして5時現在でやはり25度ぐらいありました。ブラジルが5月の後半でしたけどもね、はいはい、そうするとフラメンゴにとっては気象条件としては非常に最適だということでしょうね。ホームゲームみたいなもんでしょうね。そうなんでしょうね。はい、前半の10分を経過しました。両チーム0対0です。読売クラブにですね、ブラジルの選手がいるんですけども、彼らはみんな暑いのが好きですよね。あ、そうですか。そういう意味じゃ、はい、そういう意味じゃ今日の、ゲームっていうのはね、ブラジルの選手にとっちゃやりやすいかもしれないですね。一方のレバークーゼンの方はね、ドイツでしょ。はい。まあしかしもう6月に入ればかなり気温も上がってくるでしょうね。まあそれ以上にね、暑さを苦にしないその体力がね、ありますから。なるほど。ただ暑いのはね、やはり苦手でしょうね。さあいいところでフリーキック、
またフラメンゴ、ここねフリーキックからチャンスを迎えようとしています。3本目のフリーキック、9番のジュームアール、この選手はロサンゼルスオリンピック得点王になりました、銀メダリストです。ロサンゼルスオリンピックのサッカーの優勝国はフランスでした。フランスの方は、はい、狙うような格好して他の選手に合わせるかもしれないですね。ジークはずっと後ろの方に下がっています。左足のシュートをクロスバーを越えました。カーを買っています。ジューマールのシュートです。この選手はあのポンタプレタというチームからフラメンゴを借りてきたんですが、実はポンタプレタといいますとあの日産に行きましたオスカー選手が所属していたチームですね。このジューマールも非常にこの大会いい活躍を見せています。そうですね、はい、山下さん、はい、このジューマールですがね、ジュニアの時にピポッカ、ポップコーンというあだ名がありましてね、はい、走るというよりこうピョンピョングラウンドを飛ぶからそういうなんかあだ名がついてるんだそうです。なるほど。白のユニフォームがレバークルゼン、そして赤と黒の横島のユニフォームがブラジルのフラメンゴ、ジーコが率います。さてこのホワイトカラーの、レバークルゼンは、船越アナウンサーがついておりますが、船越さん、はい、まずですねゲルト・ケントシケ監督代行は、はい、チッタ・ゼックラーと2人の怪我人が出て大変苦しい試合になると、しかもですね正直言ってチームの状態もちょっと下降線をたどっているんだという話なんですね。したがって試合前には戦術的な話は全く出ませんで、とにかく気力で負けてはいけない、走り負けてはいけない、君たち止まったらサッカーはできないよという話だけを盛んにしていました。あ、そうですか。それからですね、シッターはまあ寂しそうにベンチの一番左隅にいるんですが、日本の皆さんに自分のこの体調が悪くてサッカーを見せられずに非常に残念ですと、またぜひ日本の皆さんの前にいいサッカーをご披露したいという話をしていました。そうですか。それでレバークゼンが勝つためには相手のレアンドロとジーコにサッカーをさせないことだという話ですね。やはりそのあたりはシッターさすがにブラジルよく知ってます。さあジーコですが、ここでまたファールです。今ですね、ファールしたあのヒンターバーガーがね、はい、ジーコにマンツーマンでついてますよね。ついてますか、やはり、ドイツの方はね、はい、レバークーゼンの方は全部あのマンツーマンですね。マンツーマンで来てますか。マークする選手を決めてその選手が動くとこはどこでもついていくというやり方をしてますよね、はい。さあ4本目のフリーキック、一方のもちろんあのフラメンゴの方はゾーンディフェンス、そうですね、だいたいエリアを決めてそこに入ってきた選手をマークするというやり方でしたね。フリーキックスペシャリストのジーコのフリーキック、9番のジューマール、そして10番のジーコ、またジューマールシュート、はい、あーやはりジーコが行くと見せてジューマールですね。あのやっぱり壁側にいる選手が蹴った方がですね、はい、それで壁側の方ゴールキーパーが今開けてましたよね、だから左足で、左にカーブするボールを蹴った方が入りやすいんですよね。おそらくあのそのあたりはディフェンス壁できましたけども、レバークーゼンの方はジーコだろうということで読みで壁作ったんでしょうね。いや今ちょっと真ん中よりも左側でファールがありましたので、はい、その時は左側をその壁を作って右側をゴールキーパーが見るわけですね。なるほど、はい、そのあたりでやっぱり10マイルのポジションの方が、そうです、確率は高い、はい、蹴るタイミングが分かりませんしね、ボールが最初見えないわけですよね、壁に、はい、隠れてますから。さあこの両チームの対決、予選リーグではとにかく1対1の引き分けでした。シュートを決めたのはチャロンコ、そしてエジーニョでした。そのエジーニョはブラジルに帰りました。さあレバークーゼンチャンスを迎えるか、うん、浅いラインできちんとこのディフェンスラインがですね、もうオフサイドトラップみたいな感じで作ってますね。そうですね、非常にね、ボールの出どころを読んでますよね、はい、ですからなかなかパスのコースが見つからないから今みたいなミスパスが出てきますよね。なるほど、はい、前半の15分、試合の方はややリズムをフラメンゴが取ってる感じです。0対0、マルシオ、そしてゴンサロ、4番のゴンサロ、リベロです。この選手はポーランドじゃ中盤の選手ですよね。そうなんですよね、はい、82年のスペインの大会、そして86年のメキシコの大会、いずれもブラジル、ポーランド代表となっています。おお、まだボールが生きています。ここでクリアしましたゴンサロ。この選手は79年のワールドユースの大会にも、日本に来ていまして、来日は2度目です。非常に活動量の多い選手ですね、まあ、スイーパーに入ってますからね、今日はそうでもないですけど、
さあフラメンゴこの4番 のテラシールがですね、はい、攻撃の後ろの方の攻撃の起点になる選手ですね、ブラジルの、ブラジルの、はい、ということはよく言いますが、あの中盤の底と言いますね。そうです、そうです。そのポジションにいるわけですね。はい、センターバックが2人いますけども、はい、その前ぐらいにいてバックからボールを受けてボールを配るわけですよね。それで前目ではジーコが、はい、あの最後の攻撃の起点になってますよね。なるほど、はい、まあ、とにかくこの両チームはフラメンゴの方には10番のジーコ、そして3番のレアンドロ、この2大スターがいますが、一方のレバーコーゼン11番のこのチャブン君、とにかく韓国人のプロとしてレバーコーゼン、まあ、西ドイツに行って9年目なんですが、もう本当によく働いています。そうですね、私は1978年のアジア大会で、はい、実は韓国でチャブン君がまだ代表の頃にやったことがあるんですよ、強烈な印象を持ってますね。そうですね、はい、35歳になりましたけども、しかし相変わらず突破力ありますね。そうです、何しろスピードがありますよね、はい、とにかくアジア人の西ドイツのブンデスリーガにプロに入ったのは契約第1号がご存知のように日本の奥田選手、その後に78年のキリンカップに来日しました、韓国代表として来日しましたチャブン君で、このキリンカップが終わった直後に実は西ドイツの方ダルムシュタットでしたかね、あそこに、はい、契約したんですよね。ですから、まあ、はい、一緒にね対戦してましても桁が違うなっていう感じをしてましたからね、その頃から、はい、韓国代表の中でも一つ、一回りスケールが違うって感じでしたよね。なるほど、はい、6シュートクロスバーを取ります。今ジュマールがシュートを打ちましたけども、はい、ボールを持ってるジュマールの周りの選手がさーっとバックラインの裏に入ってきますよね。ああ、なるほど。それをね、よく見てほしいと思いますよね。はい、ブラジルのからジノサネっていうかコーチが読みに来てますけども、はい、彼はボールを持ってる選手よりもサポートする選手の方がサッカーじゃ大事なんだと、そういうふうなことをよく言いますよね。まあ、それにね、このフラメンゴと戦った同じ読売サッカークラブの堀池選手が言ってましたけどね、はい、とにかくジーコがどこでスルーパスを出すか不気味だと、はい、もうとにかく裏を取られないように取られないようにということで非常にね、その苦労したそうなんですがね、やはりそのあたりはもう南米のチームというのはよく読んでるんでしょうね。そうですね、パスの、ね、出所っていうのは大体視線で分かるんですけどね、ディフェンダーっていうのは、彼は視線をわざと他のところに向けておいて出してきますんでね、なかなか読めないんですよ、はい、同じブラジルからこのレバークーゼンに来ましたチッタが今映りましたが、うつむいて寂しそうですね、やっぱり本読んでますね、ブラジルの雑誌ですね。まあ、とにかく西ドイツに行きましてね、まあ、ドイツ語がまだまだその十分でない、ポルトガル語、あるいは英語を少しということで、本人もフラメンゴの選手と会って非常に楽しそうでした。ですからジーコ、あるいはレアンドロ、こういった選手とですね、もうパーティーの席でももう見つけてはポルトガル語をですね話をしてましたけどね、やっぱり言葉の障害ってのもやっぱり感じてるかもしれませんね。よくそういう言葉の障害で悩んでね、はい、プレーまでダメになってしまう選手が多いんですけどもね、大活躍してるわけでしょ。そうなんですよ、もう早くもこのレバークーゼンではアイドルとなっています。3年契約ですから、あと2年半もちろんこのレバークーゼンに在籍するわけです。とにかく知ったというとこの3号10に固執した男ということで、まあ、フラメンゴには10番スーパースタージーコがいる、そしてブラジル代表ももちろん10番ジーコです。ですからこのジーコの存在があるがためにフラメンゴを去ったり、あるいはブラジル代表の座を自らリタイアしたり、はい、本当に10番というのをですね、南米の選手も憧れてるんですよね。そうですね、やっぱりものすごくプライドを持ってますよね、ただドイツ行ったらチッタがですね、はい、人気があるっていうのはよくわかりますよね。ああいうタイプの選手は いませんからね、ドイツに。ボールタッチの柔らかいね、はい、意外性のあるプレーをする選手っていうのは、バウンビールのスプレーですが、これはノーホイッスル。今も自分でボール出してから、すぐボールをもらう動きして上がってきましたけども、ブラジルの、はい、サイドバックっていうのは非常によく上がりますよね。キリンカップサッカー88決勝戦、ブラジルのフラメンゴ対西ドイツのレバークーゼン、前半の20分を経過しています。0対0です。いったシュート、
左足のロングシュート、いやー素晴らしいシュートでしたね。今のジェルソンですか、あのは決まったかと思ったんですけどね、キーパーもよく反応しましたね、はい、最初のコーナーキック、ショートコーナーですよ、はい、ショートコーナー行きました、ジーコからジュマールのシュートが外れました、シュートの数はフラメンゴこれで7本、一方のレバークーゼンが2本です。今ね、はい、逆サイドに合わせるような格好をしてて直接狙ったでしょ、ああいうとこはやっぱりあのブラジルらしいですよね、ああいうとこはもうそのまま上げてしまうんですけどもね、さあフラメンゴ対レバークーゼンの対決、前半の20分をもう早くも経過しています。得点は0対0です。あの実は日本代表と、ね、フラメンゴ初戦で対戦しまして2対0と3対1と日本が敗れたわけですけども、はい、その時にフラメンゴのジーコがですね、試合が終わった後の記者会見で日本代表について、はい、とにかくあのスピード速くというかプレーをするということよりも、はい、速くしてそのミスするよりも、はい、遅くとも正確なトラップあるいはパス、はい、こちらの方が自分としてはサッカーにおいては大切ではないかというコメントをですね、はい、日本代表に対してアドバイスを送りました、はい、だからあのこういう中盤とかですね、はい、そこであの簡単に敵にボールをやるなっていうことなんですよね。なるほど、それはやっぱりあのゲームを支配しないとやはり勝つ確率っていうのは少なくなりますからね、ボールをそのつなげなかったらやっぱりシュートをするチャンスが生まれてこないわけですからね、そういう意味じゃあのジーコの指摘っていうのはね、日本の代表チームだけじゃなくて日本のサッカー全体にね、はい、言ってるんだと思うんですよね。今これ蹴り出したのは1人フラメンゴの選手が倒れています。2番のバウメイリが今タッチライン、11番パルマが倒れています。どちらの足でしょうか、主に膝かなんか入ってたんですね。あ、そうかもしれませんね、はい、まあ、こういう形ではよく自分の選手が負傷している場合にはタッチライン蹴り出して、それで負傷の手当てをするということが国際試合では見られます。この、 あの太ももに入るのは痛いんですよね。あ、そうでしょう、よくあの野球の場合自打球が痛いと言いますよね、はいはい、足に当たるとサッカーの場合はよく膝が相手の膝がね、入るんですよ。最初はあの痺れた感じがしましてね、はい、なかなかあの力が入らないんですよ。なお今日のレフリーは主審が高田静雄さんです。もちろんメキシコのワールドカップでも笛を吹きました。ソウルオリンピックの審判にも指名されています。ワイズマンが曽川さんとタシさんです。山下さん、はい、ここまであのレバークーゼンのケントシケ監督代行は比較的静かなんですが、まず一番注意していることはですね、はい、ボールを持っている周りの人間がもっと動いてやらないとパスが通らないんだということを再三言っていますね、はい、それから攻守の切り替えをもう少し早くするように、特に8番のフェルケンマイヤー選手、はい、攻めるときはもっと前に出ていいんだという指示を盛んに送っています。今船越アナウンサーからリポートが入りました。加藤さん、今のシーンどうですか、ベンチから。そうですね、やっぱりボール持った時にフラメンゴのコースの消しが早いんですよ、パスのコースの簡単にね、ディフェンスだからなかなか、そういう意味じゃパスがね、はい、通せないって言いますか、だから他の選手が上がれなくなってるんじゃないですかね、はい、そうすると、まあ、活動量もあるけどもそれ以上にフラメンゴのディフェンス陣の読みがいいということになりますね、はい、トイパーですからパスのコースはですね、はい、1本しかなかったら1人しか上がれないわけですよね。だから消し方が早いから4本あるところ3本消されたら1人しか、はい、まあ、安心して上がれないと。レアンドロ大丈夫でしょうかね、一旦起き上がろうとして、それから口のあたり切りましたかね。山下さん、はい、このジョアン・カルロス監督はフラメンゴ、相手が体格が大きいので、こうガツ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 こうぶつかっていくのに自分たちも合わせるのではないというような見方をしていますね、はい、自分たちのサッカーをあくまでするようにということです。ブラジルのサッカーをということですが、加藤さんいかがでしょう今の。そうですね、ジノサルなんかもよく自分たちのサッカーをやると、はい、練習していること以外はね、試合でできっこないんだから、はい、練習している通りにやりなさいと、そういうふうに僕らもよくやれてますよね。今画面映っていますのがジョアン・カルロス監督35歳です。ただそういうふうにやるためにはボールを支配しなきゃいけないし、はい、それ相応の自信がねやっぱり俺らは負けないんだっていうかね、そういう自信がやっぱりあるんでしょうね。あるんでしょうね、一方の今映りましたのがケントシケ監督代行です。ちらっと時計を見ました。
お激しい当たり、これはファールを捉えました。今みたいにですね、はい、1人ボール持ってる時後ろからバンビールが詰めてましたよね、そういう時にもう1人フォワードの選手がねもう1人挟み撃ちにするようにして停止しますよね。なるほど、ああいうことをどん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 やっていかないとボール取れないんですよね、はいはい。まあ、バスケットでいうダブルチームという表現もありますね。さあここからフリーキックセンターリーグ、センターリーグシュート打てるか、いや打てません。ディフェンダー1回クリア。ああいう地域からのフリーキックもですね、今みたいにもうライナー性の速いボールをやるとですね、ディフェンダーっていうのは自分がこの辺に来ると分かってても反応できないんですよ。なるほど。ですから非常にねバックにとっては嫌なボールなんですよね、ボールが。ブラジルのフラメンゴ対西ドイツのレバークーゼン、両チームまだ無得点です。見せてますね、ジーコンは。ジーコンが見せます。はい、さすがに本当にスラロームのようなですねパス動きいいのを見せます。相手の足の出してくるのも予感してますよね。トイバー、ミニチャムンク、ずっと真ん中にバースが行きます。ああいうところの、ね、読みっていうのは早いですよね。しかしそれにしてもゲームのテンポが非常に早いですね、相手のゴールからゴールに向かって両チーム攻め合っています。ジーコが倒れました。左の膝、今ボールごと足をかさらってきましたからね、まあ何回もやられてるんでカッカ切ったんじゃないですか。そうですね、ジーコはこの左の膝2回手術を行いました、で友人がねこの膝の手術の2回目の VTR を実はジーコは持ってまして見せてくれって言ったところ、ジーコはねいやとても見せるものじゃないよと、あんなのは怖くて見られないよと、はい、それほどのその手術だったそうですね、それ復帰してここまでのプレーをするんですからね。前半の30分を経過しました。依然として両チームまだゴールを割ることができません。ジーコの治療が続いています。レバークーゼンの10番のチッタ、体調を崩してこのゲームには出られません。一方のフラメンゴの10番のジーコ、左の膝大丈夫でしょうか。大したことないといいんですけどね、ジーコが抜けたらちょっと見どころがね本当にねなくなるっていう感じですからね。あ、奥さんのサンドラ、プラティンのインタビューがフランスで行われましたが、このフランス日本とずっとジーコと一緒に、この旅をしています。山下さん、で、まあ、日本各地いろいろ見れたんですが、特に印象が深いのが鹿児島だという話です。鹿児島気候がね、ブラジルにこの海外戦とか似ているっていうんですよね。で実はですね、桜島がその時小爆発をしましてね、チームの全員がもう帰ろうと言い出したそうです。なるほど。でですね、そのいつも一緒に回ってるということなんですが、まあ、今回は練習なので、まあ、常に一緒にいられないのが残念と、まあ、ちょっぴり驚きを話していました。そうですか。以上です。鹿児島のその桜島の爆発、まあ、鹿児島の象徴は桜島なんですが、このリオデジャネイロ、いわゆる、市民の象徴はコルトバードの丘にキリストの像が立っています。30メートル近くあるんですが、この丘からキリストがじーっとこのフラメンゴのクラブ、正式名称はクラブレガッタフラメンゴといいまして、1895年に創設されました。ツアーレガッタボートのクラブとして創設されましたが、その後フルミネンセ1902年、これはイギリス人のクラブなんですが、この1902年にフルミネンセができまして、その9年後に1911年にこのフラメンゴにサッカーのチームが誕生しています。今年で77年目を迎えました。77年目を迎えましたフラメンゴです。アウミール、ファールです。やはりブラジルの高い個人技、これがね、お、ジーコ、いやね、非常にねレバークーゼンの選手がね激しい当たりをしてるんでね、はい、もうちょっと取れって言って文句言ってるんですよ。なるほど、もうちょっとしっかり取らないと怪我すると。ただね、ああいうレフェリーに対するアピールが、ちょっと口表現が汚くなりますとね、すぐブラジルなんかイエローカードということになりますね。もちろん文句言っちゃいけませんからね、これは手を出しました、ファール。ただね、キャプテンはね、ああいうことね、僕は言ってもいいと思うんですよね。まあ、怪我させられちゃね、困りますからね、本当に。フラメンゴのキャプテンがジーコ、まあ、レフェリーに対する駆け引きもあるんですよね、一つは今度はファール取ってくれるんじゃないかっていうね、そういうね期待があるんですよ、ああいうところ。その辺り演技賞とは非常にうまいこのブラジルのチームです。さあレバークーゼンのバースキャプテンに対するファールで
3枚影が立ちました。その中心にいるのはジーコです。チャベン君が右サイドにいますね。いますよね。もこのぐらいの距離でしたら直接もう優に狙えますからね。そのラインハルトが左サイドがぐっと上がっていくのか、ここからは十分に狙える距離です。30メートルぐらいの距離があります。ちょっと壁を下げろというレバークーゼンでしょうか。今壁がね、はい、なかなか下がらなかったので、今、ね、だんだん前に行くんですよ、はい、気持ちは分かりますよね。これはジーコでしょうか、ね、これジェルソンでしょうか、ジェルソンですか、ね、そうです。ジェルソンに対するイエローカードですね。ポルトガル語でね、かなり言ってんでしょうね。そうですよね。分かりませんから、はい、だから、はい、静岡さん、日本人のレフェリーです、はい、ポーンと浮かして真ん中でトイバーヘディング、これ詰めることができるか。レバークーゼン、キーパーのカンタレリを抑えました。今みたいな攻撃にもですね、はい、ブラジルの選手というのは高さにも負けないですよ ね、 非常に強くなりましたよ。レアンドルが182センチ、まあエジーニョもですね180センチを超えます。今日のゴンサルベスが177センチですね、はい、エジーニョの代役が。センターバックの2人っていうのはどこのチームでも大きい選手がいますよね。もう南米はそうですよね。南米だけじゃなくてね、はい、ヨーロッパでも真ん中の選手っていうのはね、絶対やっぱり大きくなきゃダメだっていうのは、まあ、その中で、はい、アジアの日本の加藤久志さんがね、はい、とにかく日本のセンターバックとして181センチはもちろんありません。ないです。それでも頑張ったんですけども、はい、もうアジアナンバーワンのセンターバック、まあ、リベロとして活躍されました。でやはりそれをカバーするのは何だったんですか、加藤さん。そうですね、僕はやっぱりポジショニングじゃないかなと思ってますけどね。その前半の35分も経過しています。両チーム無得点。東京の国立競技場、このブラジルと西ドイツの両チームのプロのぶつかり合いに酔いしれている感じがします。バックスタンド右サイドではサンバのリズム鳴り響きます。今レアンドルがね、はい、上がってますけど、その時にきちんとバックの、センターバックの位置に、下がってますよね。14番ですね、はい、この辺り のコンビネーションが非常に素晴らしいんですよね、自分の役割っていうのよく知ってますよ、はい、いやすごいこのボールの奪い合いです。そうよく追っていきます。やはり今日はこの京都のゲームと比べると両チームともに点を取ってとにかく勝つんだという、そういう意欲がもう前半立ち上がりね、負けられませんよ、本当に言われますね、まあ、日本にはもちろんプロのチームがないわけです、はい、でこのキリンカップ日本の皆さんにもう海外のそういう高い個人あるいはパワースピード毎年毎年ご覧いただいて、このサッカーの楽しさそして醍醐味を味わっていただこうということなんですが、この決勝戦も本当にレベルの高い、そうですね、西ドイツのブンデスリーガの一部、そしてブラジルのリオデジャネイロあるいはサンパウロのリーグ、そのこのプロのなんていうんですか、テクニック、それからスピード、それから頭脳、全てを東京で披露してもらってる感じしますね、よくね親善試合だからね、彼ら遊びに来てると、はい、本気でやってないんじゃないかなっていう人がいますけどね、とんでもないですよね、やはり試合が始まればね、どんな選手でも負けたくありませんよ、やっぱり、ね、そうですよね、もちろん山下さん、はい、レバークーゼンのケントシケ監督、はい、点が取れないのにゴーを逃がしましてですね、ついに11番のチャブン君をトップに持っていきまして、トイバーを少し下げましたね。チャブン君にもっと前へ出ろ、もっと行け。さあそのチャブン君にパスが通るか。右サイドいただきました。チャブン君が真ん中に行きます。右サイドからセンターリングできるか。低いセンターリングが得意のレバークーゼン、チャブン君は14番のパスが真ん中、今みたいなボール の、はい、取り方もうまいですよね。決して体は大きくないんですけどね、はい、体の入れ方がうまいんですよ、はい、チャブン君はものすごい体出しますよ。胸板なんか距離が120センチぐらいあるんじゃないですか。そんなにあるんですか。そんなにあるかどうか知りませんけどねそのぐらいあるようなね、迫力がありますよ、そば行ってみたらものすごい胸してますよ。まあ、一方のこちらの、レバークーゼンの方の9番のゲッツ、この選手も胸板 1m 以上ありそうな、すごいね胸板してますよ。やっぱりそういうスピードとパワー、そしてラインハルト20歳です、まあね、スピードには状態を、筋力が必要だっていうのは、ベン・ジョンソンなんか見ても分かりますよね。そうなんですよ、上半身が、ないと
うちの大学の先生なんかでもですね、はい、上体の筋力が強いとバランスが良くなるって言ってますよね。それはもういわゆる背筋力と言いますよね。よくいろんなスポーツで必要なのは走行背筋力とはまた違いますか。まあ、胴体の腹筋背筋とそれから腕の 筋力ですよね。腕というか肩、胸、その辺の筋力をつけた方がバランスが良くなるしスピードもつくんだと。それは実践されたのが加藤さんで、本当に加藤さんもね、裸になると私も何回か拝見させていただいたんですが、素晴らしい状態をしてます。僕もね、まあ、そうなることを信じてね、一生懸命トレーニングしてるんですよ ね、やはりね、本当にそう思いますよ自分で。スラメンゴの10番のジーコだってさえやっぱりそういう14歳からウェイトトレーニング、毎日欠かさずやってきたわけですね。マラドーナなんかも、スペインの82年のワールドカップから86年のワールドカップまでね、非常に、激しいウェイトトレーニングをやったらしいですよ。さあジーコのコーナーキック、合いません。しかしいいコーナーキックでしたね。合いませんでしたけども、そうですね、今のもカーブがかかってね、相手のディフェンダーがうまかったのでちょっと体を入れてね、ヘディングできませんでしたけども。山下さん、はい、ジョアン・カルロス監督はですね、もうだいぶ前の話になっちゃいますけども、試合前、とにかく神経質な試合になるよという言い方をしました。神経質な試合、はい、で先取点取った方が勝ち、ズバリ1対0で勝つと言っています。でここまでですね、サイドのマークをもっとしっかりという指示です。前半の40分を経過しました。依然として両チームまだシュートゴールはありません、ね、いいパス、あーっとするパス取りません。11番のパラマ快速インが走ろうとしましたが、ブンツォルがうまくね、パスのコース消しましたよ今。なるほど、今のそうするとブンツォルのナイスプレーですね、プレー。さあジェルソンが行きます。ジーコが待っています。オフサイドラインギリギリいっぱい、一回オフサイドの旗がありました。今流しましたね、高橋優さん流しました。今度は左サイド、クルトラインハルト、この選手はレバークーゼン、ハイニキの選手です。これはタッチラインを割っています。今ジョアン・カルロス監督の指示が出ましたが、要するにタッチライン沿い、オープンスペースを気をつけろ、ね、これは両サイドからこうセンターリングを低いセンターリングで攻めていくレバークーゼンの戦法、これをやはり試合の中でも見抜きましたよね。そうですね、そういうところは早いですよ、みんな気づくのが、もう選手が監督が言う前に気づいてるんですよ、それは。今ジーコがファールじゃないかということで大きなアピールを見せました。前線にジーコが残りました。さあチャブン君、上がりが遅いですよね。ですから今みたいにバックパスしてね、ブンツォル、それとやっぱり前にねパスのコースがないんですよ、なかなか。ラインハルト、クロスのパスは通りません。10番のジーコンできますが、これはタッチラインを割っています。さあこの西ドイツ対ブラジルの対戦、キリンカップでは過去3回あります。78年第1回大会ですが、ボルシア・メンヘン・グラッドバッハ対パルメイラスが対戦しまして、この時は引き分け、両者とも優勝になっています。それから82年に、ベルダー・ブレーメンが優勝しています。この時にもパルメイラスでした。この時には延長戦4対2で、ベルダー・ブレーメンがパルメイラスを破っています。過去このキリンカップでは優勝チームは南米のチームが4チーム、そしてヨーロッパのチームが7チームということになっています。ただここ5年間を見てみますと、とにかく南米の方がかなり優勢です。優勝したのがパルメイラス、そしてサントス、インテルナショナル、そしてフルミネンセ、まあ、去年もリオデジャネイロのフルミネンセが優勝を飾りました。5年連続ブラジルのチームはこのキリンカップに決勝戦進んでいます。両チームともとにかくゴールを狙う執念、激しく攻め合っていますが、まだ0対0です。サジーコ、ゴールキーパーのコルボン、ジーコはボールがもらえないときはバックラインの方近くまで下がってきてボールを受けてね、はい、なかなか敵のゴール方向を向いても持たせてもらえないんでね、バックラインまで入ってもらいますよね。それでパスを出してますよね。やはりそのあたりのポジションをどういうふうにして自分で取っていこうかというのも、もう感覚としていいものを持ってるわけですね、ジーコは。
さん、まあはい、日本のサッカーはちょっとさシュートは惜しいチャボン君のシュートが今のは一、はい、つの形ですね、点取る形ですね、深く切り込んで、はい、そしてセンターリング、はい、今のも逆サイドの、ね、ゴールポストの方に、上げた方が、はい、点になりやすいですよね、よく最近サッカーでは言われますが、もうとにかく逆サイドまでこのセンターリングでもパスでもクロスに持っていけと言いますよね、はい、今みたいにそれでゴールの近い時はね、はい、手前のゴールポストが近いときは逆サイドで振った方がですね、キーパーも振られますよね。そうでしょうね。だからボールが合えば簡単に入ってしまうと、はい、まあ、先ほどの話ですけども、はい、ジーコは非常にいいポジションを取ると、僕が思うですね、世界のサッカーと日本のサッカーの一番大きな違いというのはね、ポジショニングの差だと思うんですよね。その辺の差っていうのは、ね、それはいわゆるオフェンスディフェンス含めての、そうですね、それもその読みの速さというのが必要なんでしょ。そうです。いいところを取る、そして、はい、早く取る、はい、だから体が動いてますけども、はい、それ以上にね、頭が動いてないと、頭が動いてないと、いい表現ですね、さあ深く切り込んで場面のシュートを打てるか打てない。さあ手元の時計は45分を経過しました。前半の手元の時計は45分を経過しています。しかしこのグラウンド上ではフィールド上では激しい両チームの戦いです。ちらっと見て、ああ前ですね、この辺りがさすがに、ちらっともうとにかく相手を見て、それからうまくかわしてきましたレアンドロ、よっぽど自分 の技術に自信がないとね、ハイプレーというのはできないですよね。ワールドカップクラスのやっぱりプレーですね、あれは自信のあるふりをしてね、はい、ミスして、あの辺で取られたら大変なことですからね。そうなんですよ、はい、さあフリーキックハイプレーです。ああこれはシュートまで持っていけません。キャプテンのジーコ、やっぱり顔つきが初戦の日本代表のゲームと全く違いますね。やっぱりね、本当に勝ちたいんですよ。はい、チャブ君いった、おーチャブ君シュート当たるか、左足のシュート、ゴールキーパーよくセーブを見せました。カンタレリ、チャブ君の左足のシュートよくセーブしました。いや予選リーグの西京極のゲームではチャン君の左足の見事なシュートが決まりまして、今なんかもう30メートルぐらいね、ボール持った瞬間に走ってるんですよ。なるほど。チャブン君のね、一つの特徴なんですよね、相手の裏にギューッと走って、それで非常にスピードがありますからね、それでもう振り切ってしまう、はい、とにかくブンデスリーガー非常に素晴らしいプレーを見せています韓国のチャブン君。最初のコーナーキック、ルバークーゼン、ファーポスト、ディフェンダークリア、小さいクリア、ここからおっと追っていく、パルマ、パルマ追っていくが、ボントル返りました、キーパーにバックパス。あ、手元の時計ではもう2分を45分経過してます。あ、ここで前半が終了しました。ブラジルのフラメンゴ対西ドイツのバイエル04ルバークーゼン、前半を0対0で折り返しました。後半の45分が始まります。放送席の解説は読売サッカークラブの加藤久さんですが、加藤さん、はい、前半も本当にこう手に合わせ握る、ね、そのシーンが何回も見られましたが、両チームゴールを奪うことはできませんでした、はい、後半はどういう試合展開を予想されますか。そうですね、やはりボールの支配のシェア率って言いますか、はい、それじゃあフラメンゴの方がねかなり優位なんでね、はい、おそらくフラメンゴは1点取って、その後、レバークーゼンが奮起して1点返す、それで最後にまたジーコがとどめを刺すと、なるほど、そういう展開の方がね、面白いんじゃないかなと思うんですよね、45分が始まりました。エンドが変わります。右から左に
黒とそして赤のユニフォームフラメンゴです。これが本来のフラメンゴのユニフォーム、そして白のユニフォーム、アウェーのユニフォームをつけています。西ドイツのレバークーゼン、左から右にゴールを狙います。ああいうところでボールを一回受けますよね、ジーコがね、はい。さあ後半もまたジーコのプレー注目してみましょう。普通はもっと前のポジションなんですけども、はい、ボールがもらえないとバックラインに入ってきてもらって、それから自分がパスを返していく、なるほど、そういうやり方してしますよね、まあ、ですからあのジーコの動き方を見ると、本当に攻めのですね、はい、教科書みたいなということ言えますか。そうですね、あのボール前でもらえるときはどこにポジションを取る、はい、もらえないときはじゃあどうするかというのちゃんとあの頭に入ってますよね、はい。両チームともに後半のメンバーの変更はありません。山下さん、はい、フラメンゴですけれども、控えの選手がですね、はい、全員ずっとハーフタイムの間アップをしておりまして、その辺に私非常にやる気を感じました。でその指示というのは特にありませんで、技術的なものは精神的なもので、自分たちの試合をしろ、フォワードが動け、3つか4つのチャンスじゃ勝てないぞと、そしてサイドバックからのセンタリングさえカットすれば大丈夫だ、1秒間1秒間に集中しろ、こういう精神的なものが多かったです。以上です。あ、そうですか。今若林アナウンサーからリポートが入りましたが、まあ、フラメンゴは前半の試合を見てみると自分たちのペースで戦っているというところで、そんなに細かいことは当然監督から出ませんよね。まあ、そういうあの自分たちがボールを支配している時間が長いとですね、意外とあの気の緩みというんですかね、はい、そういうのが出てくるんで、そういうところを言ってるんじゃないですかね。あ、なるほど。さあジーコはボール持った右サイド、相手を甘く見るなと、そういうふうに言ってるんじゃないですか。アメールから展開できるかどうか。山下さん、はい、一方のレバークーゼンケントシケ監督はですね、点を取るためにチャブン君を前に出して3トップを取るようにということですね。それから9番のゲッツも前に出て、はい、このゲッツがですねブンデスリーガーでは相当得点を挙げてるんですが、はい、今日も彼にどんどんシュートを打つようにと、とにかく攻撃的なサッカーをしろという指示を出しています。あ、そうですか。それから絶対1対1で負けてはいけないと、はい、気合で負けるなと盛んには精神的なことを指揮していますね。さあいいところでまたフラメンゴフリーキック、ジーコ、おーっとサイドの旗が上がってます。コーナーキックに変わりましたが、そうですね、はい、さあ左のコーナーキック、左の方はジルマールがコーナーキックに向かいます。真ん中にレアンドロー3番が上がってきました。ゴール正面です。ゴールの方に巻くようなカーブボール蹴ると思いますよ。カーブを勝って低いボール、はい、ディフェンダークリア、レバークーゼン。今両チームからリポートが入りましたが、レバークーゼン、まあケントシケ監督は3トップということでチャブン君、それからバースからゲッツを上げるということになりましたね。ゲッツがセンターフォワードに入って、チャブン君が右のウィングを入っていってますか。あ、なるほど、まあ、これは本当にあの点を取りに行く布陣だということで言いますかね。そうですね、さっきは2トップでしたんで、はい、レバークーゼンの方は足を痛めて、まあ、手術をしまして、内転筋を痛めた得点後、チームの得点後はシライヤーという選手がいますが、このキリンカップには来日していません。現在、キャプテン、本来のキャプテンのロルフ、ミッドフィルダー、ヨーロッパ選手権が6月の10日から始まりますが、このロルフは西ドイツ代表となっていますので西ドイツに残っています。そしてリベロのケルスター、そしてチームの得点王のシライヤー、それからディフェンダーでアロイス・ラインハルトという選手も、この選手は実はオリンピックのチームに入っていまして、したがってやはり代表選手、オリンピック選手、こういう現在西ドイツは有数の選手が目白押しというこのレバークーゼンです。ヨーロッパの三大カップ、ウェファーカップを制しましたレバークーゼン、昨シーズン、そしてその前のシーズンとブンデスリーガの一部では6位に上位に入っています。まあ、とにかくあのブンデスリーガでもうこのところメキメキ力をつけてきて、そしてウェハーカップでは見事にエスパニョールを破りましてこのチャンピオンになったわけですが、ホームのゲームではとにかく3点を取ってアウェーの3点を逆転しました。で同点にしてそれから PK で勝ったわけです。さあここはどこかチャブン君が、あー、センターリング、ゴールライン割りました。まあ、今、
外で出ましたけどね、はい、ああいうふうに、クロスボールをですね、長いボールを合わせてそこから、センタリングを上げてシュートと、全日本が相手入れた時もですね、チャンピオンがそういうボールを出しましたよね、はい、なるほど、そういう攻撃の特徴がありますよ。レバークーゼンはとにかくウェファーカップでは、フランスのツールーズ、オランダのフェイエノールと、それからスペインのバルセロナ、西ドイツのベルダーブレーメン、そしてエスパニョール、バルセロナ、スペイン、こういうチームをいわゆるヨーロッパの一流クラブを撃破してチャンピオンに輝いています。さあリーコ一発が出ました。11番のトラバ、ポーンとロビングシュートはクロスバーを越えました。しかしいかにも南米らしいシュートです。パルマ、今日本代表惜しくもこの大会1勝も挙げることができませんでした。横山監督が映っています。日本代表チーム、それから中国代表チームのこの決勝戦を観戦中です。日本代表チームのゴールを守りました森下選手、森下選手によりますと、レバークーゼンの方は、オーソドックス外から攻めていく、攻撃が単調になりやすいということらしいです。で、1点差ゲームでフラメンゴが勝つんじゃないかという予想をしていました。さあもう一度逆に振りました。レバークーゼン、さあここから上げてゴール前で混戦に持ち込めない、ボールをキープします。10番フラメンゴ、さあそのフラメンゴの後半のメンバー、前半と全く変わっていません。ゴールキーパーのカンタレリ、そしてディフェンスは2番のバウメイル、3番のレアンドロ、6番のパウロ・セザール、14番のゴンサルベス、ミドフィルダーは4番のデラシール、8番のジェルソン、9番のジューマール、フォワードに7番のマルシュ、そして10番のジーコ、フォワードに登録されていますが中盤の位置からずっと上がっていきます。11番のパラマ、快速のウィングです。さあずっと持って上がりました。ここからあーっと14番ゴンサルベス、しかしゴンサルベスも最終ラインから今ドリブルでずっと持って上がりましたよね。そうですね、たまにね、真ん中のバックもこういう風に、はい、前にパスのコースがないときは自分で持っていってチャンスを作りますよね。ですから本当にカウンターアタックあり、はい、クロスのパスあり、はい、スルーパスあり、はい、そしてドリブル突破ありと、はい、相手に飛んでますね、はい、ブラジルのサッカーが、はい、さあ一方のレバークーゼンメンバー、後半前半と全く変わりありません。ゴールキーパーボルボン、前半なかなかいいプレーを見せています。そしてディフェンダーはさあここはファールは取りません。ジューマールファールじゃないかという話ですがファールではありません。ディフェンダーは4番のブンツェル、そして6番のピンターバーガー、15番のサンター、16番のデカイザー、ミドフィルダーは5番のクヌト・ラインハルト、8番のファルケンファイヤー、9番のゲッツ、11番ご存知のチャブンコン、フォワードは3番のトイバー、バース、チャブンコンが3トップ上がってきています。今ね、高田さんが10万に対するファールじゃないかと、はい、今抗議したのに流しましたよね。試合中ああいうふうにファールじゃないかと、僕らもね、よく自分がファールされるとファールじゃないかと言うんですけども、まね、試合としてはね、はい、ああいうふうな、際どいプレーでも、流してくれた方がですね、非常に盛り上がるんですよ。そうでしょうね。それでね、僕らも自分がファウルと思ったら一応ファウルじゃないかと抗議は しますけども、やっててもですね非常に面白いんですよね。そうなんですか。なんかねぶつかり合いがあるたびに笛が鳴ってるとね、どうもこうやってる方もね、なかなかこうゲームに入っていけないっていうんですかね。それはやはりサッカーというのはですね、本当に動きが止まらないスピーディーなゲーム、これはお客さんを楽しみにしているんでしょうから、ですから高田さんのレフリングというのはね、今日の試合いい試合にしている一つの要素ですよね。なるほど、はい、さあロビングパス、パスが繋がりません。レバークーゼン、マルシオからやらしい、もう一度マルシオ左サイド、ちょっとポジションチェンジ、ここからジェルソン、リングパワーと返してディープでいいパス、シュート決まらない、あっ、当たった、もう一度詰めてシュート、もう一度ヘディングシュート、入りました、ジーコのヘディングシュート、バラ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 、ジーコ、ジーコのシュート決まりました。後半の1分、分厚い攻めフラメンゴ、最後はエースのジーコ、
いやー素晴らしい攻撃でした。2段3段と飛んできました。まさに、まあ、シュートもね素晴らしかったですけど、その前のね山下さんが思わず声を上げたパスがね、あのパスっていうのはなかなか出せるもんじゃないですよね。青木さんとサンドラさん、右サイド北見です。いやー素晴らしい、このディークのプレーが見られました。パスをして、はい、なおかつ右に流れて、はい、最後フィニッシュを決めたディーク。ブラジルのサンバのサポーター、この格好見てくださいよ。日本にいてねブラジルの応援が見れるっていうのはね、まあ、マラカナと同じね、本当に女性サポーターのもうコスチュームですね、あれは。まあ、お金を払ってね見に来た回ありますよね。そうです、あのぐらい楽しんだ方がいいですよね。シュートが決まりまして、後半の10分でした。ヘディングシュート、それでフラメンゴは1点を取りました。フラメンゴといいますと、この東京国立、とにかく、まあ、3回目の来日になるわけです。トヨタカップでは見事にチャンピオンに輝きましたフラメンゴ。1981年でした。7年ぶりに国立に姿を現しました。そしてジーコがもちろんまだ健在です。でとにかく背番号10番フラメンゴのジーコ、その去就が非常にブラジルリオでも注目されていまして、私たちもインタビューために会ったんですが、どうやら日本でのプレーというのは可能性が少なくなってきたようです。しかし、まあ、本人はとにかくできればまだまだ日本でこういうところでゲームをしたいという気持ちは個人的に実はブラジルでありましたね。そうですね、日本にあるチームに入るっていう噂がだいぶありましたけどね、私とにかく日本に行って日本で最後のプレーを皆さん楽しみにしてますと言ってですね、ジークはわざわざ、いや最後ではないかもしれないよということをコメントしてくれたんですよね。ただ、はい、失礼しました。はい、はい、どうぞ、ご各地で試合やりましたでしょう。はい、ジークはですね鹿児島で少年サッカーの、まあ、この前座試合として、はい、キリンカップラマに行われるんですが、中に幼稚園の子が参加してましたね。もう最後までその子をじっと見つめて、最後にみんな拍手していました。あ、そうですか。またジーコは日本でサッカースクールだというような話もありますからね。ただこれだけの選手ですからブラジルが離さないでしょう。そうですよ、リオの人も大変ですよ。おっとトレーナーが出てきまして、今ハルケンマイヤーのファールですか。高田さんがね、大したことないファールだから、怪我だからトレーナー入る必要ないと言ってるんですよ。マルシオです。このマルシオもアメリカ、リオにあります、リオリーグにありますアメリカの、まあ、このチームも大体ベスト5にチーム入るチームなんですが、ここからフラメンゴはこの大会に借りてきたチームです。まだ19歳、期待のアメリカのフォワードの選手です。さあ再びフリーキック、ジーコシュート、されました、コルボン。いやー思わず私シュートと言ってしまいました。フリーキック、いやシュートですよ。今ねこっちが逆サイドにみんな上がってきましたんでね、はい、角度も角度だったんでみんな合わせると思ってたんですよね。逆サイドにロビンが上げてヘディングを合わせると思ってたんですけども、足の外側にねボールを引っ掛けてシュート狙いましたよ。とにかく今日は国立競技場に3万5000人のサッカーファンが詰めかけているわけですが、もうフラメンゴのいわゆる南米もうブラジルの戦い、だからこのジーコのですねプレー、十分に堪能していただいているんじゃないかと思います。ね、応援も盛り上がってきましたよね。はい、で今フラメンゴこれベンチサイドに6人の選手がアップしています。何人か特別このグラウンド上に、いやこの画面ですが、あ、珍しいですね、もいずれも若い選手ですよ。もう19歳が5人、そして25歳のコズメが1人入っていますが、カルロス監督、まあ、状況によってはとにかくゴールキーパーのジメネスも登場させるかというフラメンゴです。さあ今度はレバーキューゼフリーキック、まあ、決勝戦です。とにかくレバークーゼンもなんとか同点に追いついて、この
のブラジルのセルテディ、フラメンゴを倒したい気持ちはありありとあります。ヘディングシュート、クロスバーを取りました。いやしかし今ぴったりと合っていました。そうですね、打点がね高いですね。高いですね本当に、あの辺のフリーキックっていうのはレバークーゼンにとってはチャンスですね。ヒントアバーガー、そしてバース、ポストの上からヘディングしているような感じですね。やはりあの両チームの今日は特徴が出ている、まあ、その特徴が最も発揮されているのはフラメンゴなんですが、後半の2分を経過して1対0、フラメンゴが1点のリード。さあここからドリブルで持ち上がる、センターリングできるか、ヒューマールが真ん中待っています。逆サイドにはパロマ、そしてパオロ・セザール、取れない、いいパス、うわワンツー、もう一回センターリング、ヘディがある、プライサーのパロマ、パロマがまだいます、まだ詰めています。もう一度センターリングか、真ん中で折り返してヘディングで繋いでシュートは出ません。ブンツォル、いい読みです。リベロ、本当にあのフォアチェック、いいディフェンスやってますね、ここまで。そうですね、その前のパスですね、右からのセンターリングの前のパスっていうのはね、あのポストプレーっていうんですか、そうですね、はい、右に叩いて、はい、山下さん、はい、フラメンゴのジョアン・カロス監督、余裕からか、あるいはイライラしているのか、タバコを吸い始めました。なるほど、まあ、1対0ですから、サッカーの前にはとにかくもう1分以内で1点は取れますから、余裕というのはこの時間帯ではまだないかもしれません。山下さん、はい、一方レバークーゼンのケントシケ監督代行はですね、点を入れられた後も表情一つ変わりません。ほうほう、リングしたままですね。なるほど、それからあの控えに回っているチッタなんですが、はい、確かに押されているようには見えるけれども、うちもだんだんリズムができてきたと、はい、ただあのバックサンドに得点が取りそうですね。いや大丈夫ですよ、どうぞ。あのバックサンドに、まあ、あのフラメンゴのサポーターが相当来てますね、あのサンバのリズムにちょっと押されてるんではないかというような話をしています。今ずっと画面この右サイドがチッタチッタとしてもあの複雑かもしれませんね、ブラジル出身でね。山下さん、はい、いいことも日本のファンにもですね、あのフラメンゴのこのユニフォームを着てるファンずいぶんいますよ。ああそうですか、まあ、あの加藤さん、日本の場合にはですね、ヨーロッパ特にドイツ、この西ドイツのチームが、はい、キーキーの筋が多いと言われたんですが、はい、今日の国立を見てみると、どうやらサポーターのこのページはフラメンゴ南米有利という感じですね。そうですね、それにあの日本リーグにはブラジルの選手は大勢来てますからね。そうなんですよね、それじゃみんなの間であの親しみがね、できてきたっていうのはありますよ。一部のチーム外人選手23人のうち11人がブラジルの選手です。これはチャンスですよ。さあコーナーキック、低いボール、センターリング、ディフェンダーフィア、ブンツェル左サイドに振ります。クルトラインハルカ、もう一度ラインを整えてヘディング、チャブンキュン、ゴールキーパー正面、ゴールキーパーチャブンキュンのこのヘディングシュート正面でした。あーレバークーゼンのサポーターがいます。まあこのバイエルという04-04レバークーゼン、バイエルというのはご存知のように世界でも最も大きな製薬メーカーなんですが、レバークーゼンにあります。でこのバイエルジャパンの社員の方々も今日は国立競技場に詰めかけまして、今あのフラッグを振って応援を行っているわけです。レバークーゼンもいい形を作り始めましてね、はい、このレバークーゼンはシドイツケルンのすぐ近くにあります。大都市ケルンのすぐそばで大体人口が15万人ぐらい、もうバイエルのいわゆる企業城下町という感じの場所なんです。04とありますから1904年85年前に創設されました、西ドイツのいわゆる総合クラブでして、14種目のクラブを持っています。でミュンヘンオリンピックの女子の走り幅跳び、あるいは 400m リレーで金メダルを取りましたローゼンダール、五種競技の金メダリストでしたけど、彼女がこの陸上競技このレバークーゼンに所属していました。さあティーコです、画面上、いやー、最後のいいパスです。ここからずっとパロマが上がってくる、左足シュートを決めました。10マールのシュート惜しい。山下さん、メンバーチェンジです。フラメンゴ、はい、11番のパロマがアウトです。15番のゼリカルトが入ります。怪我ということなんですね。はい、
あパルマが本当に右足をちょっと引きずっています。したがって15番のザ・リガルドが入ってきます。この選手もジュニアユースの代表です。19歳というこのリカルド、まあ、フラメンゴの方は平均年齢今日のスターティングのメンバーが25歳でした、しかしこのサブのメンバーがいずれも19歳ですからねそれでも戦力的にはそんなに落ちません、一方のレバークーゼンの方がスターティングメンバーが平均年齢が26歳、平均身長ではレバークーゼンがやはり後半に入っていわゆるロビングドールを多用してきました。 179.2cm あります。一方のフラメンゴの方が 174.8cm、 高さではレバークーゼンです。後半の25分も経過しました。得点は後半の10分、ジークのヘディングシュート、この大会2点目です。しかしジークがボールを持つと何かが起きますね。そうなんですよね。それで攻撃でもねもちろん目立ってますけども、ディフェンスでもものすごい上手い消し方しますよ、パスのコースの消し方を。それで非常にね活動量が多いですよ。35歳でしょ。35歳なんですよ。まだまだやらなくちゃないです。そうですよ。もちろんまだね30ね、加藤さん、いろんな中でですから。そうですね、もう全日本に復帰してねもう十分に働いてもらいたいと思いますよ。まあ、ジークはちょっとややウェイトオーバーかなということで動きが心配されたんですが、まあ、81年 の、 ヨーロッパサウスアメリカカップ、この時ほどの動きはないにしてもやはり活動量、その自分で一番いいポジションを取っていく、はい、で無駄のない動き、はい、こういうものはもう本当に日本のファンの皆さんにとっても再び7年ぶりに見られたという感じがあるんじゃないですかね。前に来たトヨタカップの時よりもね、はい、もっとなんかいいプレーしてるような感じしますよね。それはチッタが言ってましたね。とにかく、まあ、ジーコは年齢は35歳になったけれども、キャリアは積んだんだ、だからもう相変わらずジーコはジーコなんだということを言ってましたね。もう年齢を全然感じさせないですね。はいはい、またグラウンド上1人倒れました。15番のサンタ、この選手もレバークーゼン15歳からずっととにかく、まあ、クラブのサッカーのチームジュニアから、プレーをしています。このレバークーゼンもやはり生え抜きの選手というのがこのサンタあるいはラインハルトあるいはデカイザー、こういう選手がいます。サブのゴールキーパーのドレハーもそうです。やはりこうやっていわゆるブラジル西ドイツのプロを見てみるとクラブ組織がしっかりしてるなという感じがしますね。そうですね、やはり一貫指導というんですか、はい、それの効果よく出てますよね。さあサッカー大丈夫です。フリーキックゴール前にポーンと浮かした。ここから胸でワットアップしてシュートは打てません。放送席の解説は加藤久志さんです。ダイレクトでつないだ。しかしオーバーヘッドでクリア。本当にこの辺り見るともうダイレクトダイレクトでスピーディーな展開、オフェンスディフェンスなかなかいい形を作ってますよね。オーバークーゼンとにかく同点に追いつきたい。ちょっとのステージ、もう一度インサイドからサッカークリアしました。ここはクリプスルが待っています。クロスにゴール前ヘディングでクリア。左サイド、2番のパウミール、スコーティングスタータックになりました。今のは警告でしょ。後半の3日も経過しました。2番のパウミール、ちょっと足が高く上がりすぎましたよね。イエローカードが出ませんか。出ないですね。出ないですね。さあ今度は左サイド、ちょっとね、フラメンゴもファールが多くなったので。そうですね、ゴール前ポーンと浮かして、これは長すぎました。もうあの辺の位置から早め早めに上げてきますね。そうですね、とにかくもうヘディング高さで勝負しようという、意図は感じられますね。そうですね、
山下さん、はい、レバークーゼン健人主教監督代行で初めて立ち上がりまして、もっと攻めろもっと攻めろ、守る必要はないんだと、何としても点を取れ、もう時間ないと大きな声でこの試合初めて叫んでいます。あ、そうですか。とにかくあのレバークーゼンはヨーロッパの3大カップ、ウェアーカップのチャンピオンです。このブラジルの名門フラメンゴ、このフラメンゴもブラジルのいわゆる、おっと、いいチャンスになりそうです。もう一度センタリングできるか。あ、これはことなきを得ました。レバークーゼン、フラメンゴは87年に行われましたコパ・ウニオン、もうブラジルのフルメンセ、あるいはコリンチャンス、サンパウロ、こういう有数のクラブが集まりましたコパ・ウニオンに見事優勝を飾っています。ですから現在ブラジルではナンバーワンのチームと言っていいと思います。ブラジルナンバーワン対ヨーロッパナンバーワンの対決になりました。クイーンカップサッカー88、得点が1対0。激しいタックル、両足で行きましたが、これはノーホイッスル。ややカリバサミみたいな感じのタックルですが、ホイッスルはなりません。さあジーコ、いいボールが出ます。本当に絶妙ということがぴったりのジーコのパス、真ん中、逆サイド、ジウバール合わせようとしましたができません。レバークーゼン、先ほどタックルされました。これは6番のミタバーガーでしょうか。もう関係なく始まってますね。本当に始まってますね。検討してタックル代行、ちょっと表情がされませんが、15番のサッカーでした。これはファール、レアンドロ。レアンドロっていうのは本来は右のサイドバックの選手だったんですよね。そうですね、82年のスペインのワールドカップは右のサイドバックでしたね。このぐらいの選手になるとどうやってもやっぱり、それ以降フラメンゴではセンターバックに変わりました。本当にうまいですね。高さもありますしね、ヘディングも相当強いですよ。性格もなかなかいわゆる攻撃的荒いんですよね。ブラジルのリオのリーグで生かした時に、これはファールです。コイパー、ケントシケ、タクルライコ、もう立ち上がって動き回っています。手元って見られないでしょう。とにかくゴールキーパーがね、レアンドロにバックパスをよこせと言ってもですね、そのフォワードの選手と競り合ってなおかつ自分でパスしていくんですよね、このレアンドロは。ワールドカップは自ら辞退したんですよね。そうです、そうです、まあ、レナトが結局代表の座をですね、監督フレサンターナ監督から結局は外されました。それに、自分自身ではアピールという気持ちもあったかもしれませんが、ジーコの説得も実らず結局メキシコには行きませんでした。レアンドロ、しかしブラジルとしてはこのレアンドロの力が欲しかったんですよ ね。監督も失敗したと思ってんじゃないですか。ジーコのシュートが決まって1対0とフラメンゴリード。しかしこの時間帯ずっと白のユニフォームレバークーゼンをしています。チャブック、ジーコがね、はい、ボールを追いかけてますよ。やはりそうするとジーコという選手はただ本当にもうパスをいわゆる供給するだけじゃなくて、そうですね、活動量、はい、あるいはシュート力、もうすべての面にわたって状況判断力、やはり天才的と言われますが、それがスーパースターのプレイヤーなんでしょうね。プレーなんでしょう。ですからね、ジーコはいいパス出すからね、ディフェンスをサボって攻撃に専念してんじゃないかって思う人もいるかもしれないですけど、決してそんなことないですね。やはりサッカー選手はこういう人シュート両方できないとね、はい、さあチャブックが出しました。よく上がっていきます。逆サイド振った、アルガンマイヤー、ドイツ代表です。ブンツェルが上がってきてる、パスしてもう一つシュートが跳ね返った。ブンツェルが上がってきました。ブンツェルがリベロのポジションから上がってきましたかね。後半の3分経過、ブンツェル、ポーランド代表です。これはゴールキックに変わります。上がってきましたね、ポーランド代表、もう西ドイツに帰還しています、このブンツェル。先ほどね、ブンツェルがね、はい、自分のパス出して前に走りましたよね。その時にパスをもらった選手がそのままシュートを打ちましたけども、自分になんで出さないんだって覚えて文句言ってましたね。それなんですね、今の表情は。
このレバークーゼンがとにかくチャブン君、韓国、そしてブラジルのチッタ、そしてポーランドのプンツェル、それからも実はゲッツは東ドイツから亡命してきていますから、4カ国の選手が、まあ、外人選手として今回はいるということになります。で、来シーズンからは実は監督があのトータルフットボールのオランダのですね、エルス・ミケルスが監督になるっていうんですからね。また強くなりますね。本当にこのチームはこれからブンデスリーガーでどういう動きをするか、おそらく西ドイツのサッカーが好きな方は目が離さないチームになってくると思います。さあ、クロスに出した懸命のディフェンス、フラメンゴ。このあたりは加藤さん、一方的にレバークーゼン押してますね。そうですね、やっぱり試合の展開としてね、はい、負けてますからね。センターリングできません。でフラメンゴの方もですね、はい、まあ、攻めようっていうよりもね、はい、そういう意識がなかなか出にくくなるって言いますかね、守って勝つとは思ってないんでしょうけども、どうしても消極的になってしまうんでしょう。そのあたりは不思議なもんですね。よくリードしたらね、消極的になるのは攻めるといっても、選手の立場ってのはどうなんですか、自分でプレーしてた時には。いや、それはね、なんとなく無意識のうちにっていうんですかね、大事大事を言ってしまう、プレーもね、一発ここへ通ったら、点だっていうかね、はい、そういうところでなかなか出していかなくなるんですよね。確実なところ確実なところにパスを出していくと見てしまうんで、相手としては守りやすいっていうかね、どうしてもそういう形になってしまうんですが、後半になってちょっと両チームの選手エキサイトしてきました。ただこのぐらいのなんていうんですかね、ファウルっていうかよくありますよね。そうですね、本当に西ドイツでも、ブラジルでもこれぐらいのプレーが当たり前という感じがあるかもしれません。だからね、みんなケロッとしてますよ、特にそしてブラジルの選手とかそういう演技が出てますよね。山下さん、はい、このベンチの方も本当にエキサイトしてましてね、はい、声を出しすぎなんでしょうか、私どもの持っている喉飴をですね、喉の飴を、ちょっと一つくれという、首脳陣の人もいますよ。まあ、一方のレバークーゼン、いわゆる西ドイツですから、まあ、冷静というのが代名詞なんですけども、先ほどは、監督代行の検討試験、ベンチから離れてを指示を出したような感じがありました。エミリクラブにもね、グーテンドーフ監督いましたけども、そうでしたね、決して冷静じゃありませんでしたね。なかったですね。あの人は本当にアクションの激しい監督として有名でした。ドイツの監督って意外と多いですよ。あ、そうなんですか。ただ黙って座ってるとね、何も仕事してないと、そう思われるらしいですよ。だからレフリーが変な判定すればね、はい、グラウンドの脇まで出て行って文句言いますしね。そういうことはどこの監督でもいいんじゃないですか。さあ、アロセザールのファール、フリーキック、ブンツァル、チャブン君が真ん中に来ました。バースもファーポスト、トイバーもいます。キーパーのポジション見てください、かなり前に出てるでしょ。前に出てますね、キーパーは。これでカーブはカル、ヘディング、あー、ゴールキーパージーコがね、あの辺の角度から直接狙ったでしょ、あの時も多分ああいうポジションを取ってたんですよ、ね、それで右足のアウトにかけてね、ボール直接狙ったんですよ。あれだけゴールキーパーが出るというのは日本ではなかなか見られませんか。そうですね、かなりね、思い切ったポジショニングですよ。ただ上がってきたボールに出ていくにはね、はい、あそこまで行ってないとなかなか出られないでしょう、ね。チャブン君センタークリア、パオロ・セザール、後半に入ってはオーバーラップ、攻撃参加はパウロ・セザールなかなかできません。バッツァルのファールです。さあ、後半残り40分を経過しました。
フラメンゴです、はい、同行のジョナルド・ブラジル新聞のロベルト・プラド記者、まとまってみんなやる気を出している、ジーコがいる限り絶対勝てるんだ、怪我のためそして引っ込んだパラマ選手も俺たちは勝つんだと叫んで控え室に消えました。サポーター、プレス、それから選手も全員がもうファイトの塊です。以上です。はい、レバークーゼンです。ケントシケ監督代行はディフェンダー全員にも攻めろ、10人攻撃だと指示を出しました。そしてキーパーのホルボーンにゴールはお前一人で守れと指示を飛ばしています。山下さん、はい、7番のですね、マルシオがアウトして、18番の選手ジェシバールですね。そうですね、ジェシバールが入ります、はい、ジーコがね、今ね交代してくれって言って、はい、グラウンドの外へ出ますよ。おーおー、逆サイドでゴールキーパーを抑えます。カンタラリージーコ、おーあはー、今そうですね、レバーコーゼンのゴールの方にいます。今外出てますね。ですから今フラメンゴは10人で戦っています。山下さん、はい、ジーコが交代するようですよ。交代しますね、はい、今ちょっと足を引きずってますか。ジーコに代わってジシマールですね。残りそうですね4分ぐらい、ここでジーコが交代します。ゲームの方はしかしレバークーゼンの猛攻が続いています。それをなんとかしのいでいるフラメンゴ。ジーコに代わってデシバールが入りました。あ、右足の、そうですね、内転筋でしょうかね、じゃないですかね、まあ、左の膝あるいは左の太ももこの辺りをジーコは痛めていたんですが、しかしよく動いて得点を取りましたジーコ。とにかくレバークーゼンとしてはもうゴール前ゴール前思い切って上げてきますね。力で押してきました、はい、ただ今みたいにねバックが体を寄せて自由にプレーさせないですからね、なかなか崩れないですよ。さあ残り3分を切りました。しかしジーコがとにかくこの国立競技場で85分、本当にその持っている力を7年ぶりに十分に見せてくれました。はい、バックスタンドサッパのリズム一段と高くなっていきます。ここで警告を受けました、はい、ゴールキーパーカンタラリ、結局カンタラリですね、スタートね、立ち上がっているジョン・カルス監督、まあ、本来の監督カルリーニョス監督はブラジルのリオのリーグの方で指揮を取っています。カロス監督がこのジーコ率いるフラメンゴクリーンカップ来年チームの指揮を取ってきたわけですが、残り元の時計では3分を切って1対0とリード、まさに南米風で言いますとコパッキリ、優勝は目前であります。ジーコもう汗びっしょりです。しかし本当に今日はジーコがその持っている能力を全て日本のファンの皆さんにおそらく見せてくれたんじゃないでしょうか。そうですね、できればジーコの、まあ、声も聞いてみたいと思います。このままいきますとジーコのゴールがいわゆる決勝のゴールということになります。真ん中10番リカルド取りません、まあ、見てる人はね、はい、レバークーゼン1点取って延長見たいと思ってるでしょうね。もし同点に追いつくことがありますと、前後半30分ずつの延長戦、それでも決着がつかない場合には PK 合戦というのがこのクリーンカップいわゆる決勝戦のルールです。さあ手元の時計では残り1分を切っています。レバークーゼン、なんとか同点に追いつきたいところ、しっかりとカンタラリ、もう絶対に離さないというそういう気持ちでボールを抑えました。ああジーコが大きな声を飛ばしています。キャプテンまだいますね、ポルトガルのまだ心はグラウンドの中ですね。いや、なるほど、まだこのジーコはフラメンゴの11人フィールドの11人と一緒になって戦っています。ジョアン・カロス監督、キリンカップ88優勝目前です。上げた、
まだ試合終了のホイッスルはありません。手元の時計はもう45分を過ぎています。おーっとカルロス監督、時計を今レフェリーに示して45分を過ぎてるじゃないかというアピールですが、もう一度上げた、ヘディングで落としたが、ファールですか。さあもうとにかく試合時間はほとんどありません。後半の10分、このジーコの見事なヘディングシュート、怒涛の攻めでフラメンゴは1点を取りました。1対0。高田静雄さんが今ちらっと時計を見ました。アンダレビタッチライン遠く蹴り出します。もう完全に勝ちと思ってるんじゃないですか。もう昨シーズンのブラジルのリオのフルミネンセに続いて2年連続ブラジルのチームが栄冠を勝ち取りそうな感じですが、これはオフサイド。さあ早く攻めようというレバークーゼン、最後のワンチャンスに行けるかどうか。ゴール前にポンを上げてとにかくゴールを狙おうというレバークーゼンです。ここで試合終了、1対0、フラメンゴキリンカップサッカー88チャンピオンです。決勝のゴールは10番のジーコ、やはりヒーローはジーコでした。それでは優勝したフラメンゴの、ジーコ選手に話を伺います。ジーコ選手、あなたのシュートで優勝が決まったんです。おめでとうございます。Muito obrigada pela sua participação nesta Copa Kirin. Como que está sentindo agora? Bom, a minha alegria não é total porque eu tive uma contusão agora no final da partida, mas eu acho que o importante foi que o Flamengo conseguiu essa Copa e está de parabéns. 足の故障にもかかわらず、このように、シュートを自分のゴールでこのカップキリンカップで優勝したことは大変嬉しいと思っております。ご夫人が1対0でできれば夫のジーコ選手に決勝点を決めてもらいたいと言っているんですが、その通りになりました。オフソムリアサンドラファローキーキリアキーボセフィゼスゴーイキリアキーガリアスエスジョーゴゴーロードのキボセ。Então ela acertou, tá de parabéns. É uma boca santa. サンドラの願い通りに自分がプレーできたことは本当に最高だと思っております。このジーコ選手に今一度大きな拍手を送りください。どうもありがとうございました。決勝のゴールを決めましたジーコのインタビューでした。7年前はトヨタカップでした。そして1988年がキリンカップです。見事にフラメンゴジーコチャンピオンに輝きました。キリンビール株式会社の大関正成専務取締役からこのジーコにキリンカップが贈られました。なかなかと聞こえますジーコ、やはり日本のファンにサッカーの素晴らしさを見せてくれました。いや加藤さん、はい、まあ、結局このジーコの背番号10、はい、国立のフィールドに本当に今日は暴れまくりましたね。そうですね、攻守にわたってね、サッカーなっていうのは本当にどういうサッカーが本当のサッカーかっていうのを見せてくれましたよね。はい、今日はあのキリンカップサッカー決勝戦をご覧いただいたわけですが、日本テレビではこの後8月に入ると少年サッカー、そして9月にはクラックカップの JSL カップオールスターゲーム、それから11月はもう高校サッカーの関東の大会が始まります。で12月の11日にはトヨタカップサッカーということで、サッカーをずーっと中継してまいりたいと思います。で正月のとにかく全国高校サッカー選手権大会、まあ、ですからこういったあのサッカーのスケジュールを見てみると、はい、このキリンカップサッカーがまず皮切りとしてですね、はい、88年のシーズン、はい、日本のファンの皆さんにサッカーの素晴らしさをですね、提供してくれたんじゃないかと思いますね。そうですね、ビクトリーランが始まりました。
どうですか加藤さん、やっぱり今日のゲーム、楽しんでいただきましたか。そうですね、まあ、ジーコが非常に素晴らしいプレーを見せてくれましたけども、はい、19、20歳の選手がですね、あれぐらいのプレーをしているという事実をね、なるほど、日本のサッカーというのはやっぱりもう一回ね謙虚になって受け止める必要があるんじゃないですかね。そのデコントからジョキ、本当にいいサッカーを見せてくれましたフラメンゴ。このキリンカップをリオデジャネイロに本当に持って帰るという感じがします。ジーコ本当にありがとう。キリンカップサッカー88、ジーコの率いるフラメンゴ、見事なチャンピオンです。放送席の解説は加藤久さんでした。どうもありがとうございました。それでは東京国立競技場から失礼いたします。